リバラビータハモンカルマンズのカイロブラクターの橋本英樹です。今回はちょっと背骨を動かすことによって運動をしていこうと思います。まずは膝を床についていただいて、背骨を浮かせた姿勢をとっていただきます。その時に両手を伸ばすと場所が決まると思います。この状態から背骨を天井の方に押し付けていくと体が前に流れます。目線が指と指を結んだ線を越えたあたりで背骨を押し付け切ったら、今度は背骨を浮かせる動きです。背骨を押し付ける動き、浮かせる動きで元の位置に戻ります。背骨を押し付けていくと肘がつきます。目線が指先を結んだ線を越えると、今度は肘が離れて背骨を浮かせていただきます。背骨を押し付けて浮かせると元の姿勢に戻ります。もう一度いきます。押し付けて浮かせて、押し付けて浮かせるということを天井方向に対して背骨を動かしていきます。胸骨で見ましたら、押し込むと体が流れます。前に出すと体が浮きます。押し込むと戻ってきて、最後に胸骨を押し出すと元の姿勢に戻ります。こういうことを繰り返していただきたいです。これが簡単にできるようになりましたら、膝を床から離します。今度は床と床に設置しているのは手のひらとつま先になります。ここから背骨を浮かせた状態から押し付けて浮かせる姿勢、押し付けて浮かせる姿勢で元に戻ります。押し付けて浮かせるときに肘が曲がってまた伸びます。押し付けて浮かせると元の姿勢に戻ります。胸骨でしたら、胸骨を押し出した状態から押し込んだ状態、浮かせていきます。押し込んで浮かせる。ちょっとこの膝をついた状態を正面から見ていただきます。それから次にまた膝を離した状態も見ていただきます。背骨を上手に使うことで、あまり力を入れずに体を動かすことができます。次につま先と手がつきます。体が柔らかい方はかかとがついていると思います。背骨を浮かせた状態から押し付けて浮かせます。押し付けて浮かせる、押し付けて浮かせる、押し付けて浮かせるという繰り返しです。胸骨でしたら、胸骨を押し出してる時、押し込んで押し出す、押し込んで押し出す、押し込んで押し出す、その繰り返しでこのような運動をしています。もう一度横からご覧いただきます。そうですね、プロレスラーの方などがやっているプッシュアップにも似てるような運動になると思いますが、腕の力ではなくて背骨で体を動かすように、もしくは体幹で体を動かすようにしていただいて、それに合わせて手が補助しているようになると、より体幹の動きが分かりやすくなると思います。ご覧いただきありがとうございました。